JRA は10日、藤田七子27イコール美穂根本が昨年4月頃まで複数回にわたり、調整ルーム居室内に通信機器、スマートフォンを持ち込み使用していたことが判明したと発表した。JRA の機種として重大な飛行があったものと認められるため、 日本中央競馬会施工規定第148条第2項により最低委員会に送付するとともに道場第4項により24年10月11日金曜日から最低委員会の議定があるまで同旗手の騎場を停止する9日一部週刊誌に藤田が競馬場内調整ルーム居室内に通信機器スマートフォンを持ち込み外部の人間と連絡を取っていた形跡があったと報道 同日にミ穂トレセン構成室の赤井誠室長は、記事の内容は把握している。これから本人に事情聴取を行う予定、まだ連絡が取れていない状態、今週末の記事は現時点では申し上げることはできないとコメントしていた。昨年から JRA の若手棋士のスマホ不適切使用が次々に発覚。 昨年5月には今村聖なら6人の若手騎手が30日間の起乗停止に。今年5月、水沼元木の不適切使用と偽装工作が判明し、来年2月28日までの9ヶ月間の起乗停止処分となった。今月には長野武蔵小林翔太が起乗停止となった。スマートフォンの不正使用が相次ぐ事態に、JRA は、 実際のところ悪意を持って意図的に持ち込める状況であったことは事実。今回の事案を受けて相当厳しい再発防止策になると考えている。今後このような事案が出ない最良の方法は何か考えていきたいと9日に説明していた。